世界を救った英雄ナルト、あまりにもダサすぎる。に対するみんなの反応を見ていくぜ。この葉の里はもう少し給料払ってもええやろ。草。銭を失ったな。白眼の透過草。服なんか無意味やんけ。給料体系どうなってるんやろ忍者。任務を達成した時に報酬をもらってる描写はあったな。基本給とかあるんやろか。受付が依頼主からもらってる描写はあったけど忍者が金もらってる描写はなかった気がする。任務の貢献度によって割り振られるのかもしれないな。ナルトってジライアに弟子入りするまで結構貯めてなかった？ジライアの女遊びですっからかんやぞ。そこから狩猟の旅に出たからその間収入ゼロやし。言うても戦後復興の時期やし金がないのはしゃあない。世界を救った英雄やぞ。現実でも軍の上層部は戦後も庶民に比べたら何十倍も豊かな暮らししてたやろ。英雄だけど火影なるまで下人だったしな。そもそもナルトって味の違いとかわかるんか。ラーメンと腐りかけ牛乳育ちやろ。ジライアとの2年間の狩猟中にうまいもの食わせてもらってたんやろ。伝説の3人やし。それもそうか。ただジライアもジライアで食にうるさいようには見えんけど。そらやす月給ですわ。アニメ最終話で上忍になるための勉強をイルカ先生としてたはずなんやがな。まあ原作だとそこら辺触れられてないしセーフか。なんかまた襲撃してきた記憶あるし。それでうやむやになったんじゃね。終戦後の任務って発給層。忘れられてるけどこの配置を隠れ里やぞ。名誉は大名やろ。考えてみたらあの世界裏火曜で食ってる傭兵メインの話で大半の人間は忍術も使えんしチャクラの存在も知らんのやろうな。忍者中心に話進んでるから忘れがちやけど。話の展開的に仕方ないのかもしれないけどナルトもサスケもアカデミー卒業しててもチャクラのことほとんど知らなかったしな。そういや各国の里以外のエリアってどうなってんやろ。一般人とか住んでんやろ。火影になってやっと忍として食べていけるようになってそう。普通の一軒家建ててるしな。ローンあるかは知らんが。しかもヒューガ一族宗家の御令嬢を嫁にもらったんや。金はだいぶ受け取ってるやろな。ナルトって貯金が趣味じゃなかった？貯金が趣味の男は財布に大金なんて入れない。ジライアと特訓中に財布に大金入れてたじゃん。ジライアに使い込まれてからも続けてたっけ。貯金が趣味でしっかり払えるくらいの蓄えがあっても高級品とか予想より高かったら面食らうし、店の前まで来といてちょっと手持ちがっていうのかっこ悪いだろ。一両1円くらいの価値か。一両10円くらいって話どこかになかったっけ。3600円はコースとしても安いし、それ払えないのはさすがに。さすがにアイス3000円はやばくねえか。普段あんまり金使ってないから金銭感覚自体ができた嫁すぎる。このお財布昔から使ってるやつってのが可愛い。ナルトにとっての外食って屋台ラーメンだからそんなに金いらないだろって思ってたんだろう。一楽のラーメンが40でチャーシュー麺が70だったから、ラーメン90杯分食えるコース料理価格というだけでもおっかないからな。ラーメンを安めに500円としても4万5000円か。日向はさ、ランチなら3600円コースでもそうおかしくないと思う。日向って宗家の姫でお嬢様だから下とか超えてそうだけどどうなんだろ。ボルトじゃ完全にマイルドヤンキー一家みたいになってるけど。関係ねえナルトと一緒に過ごしてー。薬丸便利すぎる。一両10円ってことはコース3万6000円か。いい女だなぁ。まあカップ麺が試食で出しても一楽のナルトの金銭感覚なら一食3000円はかなりビビる金額だとは思う。ナルトって火影になる前はそんなお給料もらってなさそうなイメージ。ナルトはずっとした人だから給料相当安いままで暮らしてるはず。実家暮らししてる他の連中と違って生活費も自分持ちだろうし。出してやれよ三代目。とっくの昔に死んでる。自分と相手で倍になるんだよ。一食7200円はいきなり出せってなったら大人でもうってなるだろ。ナルトはまだデートの相場感がないわけだし。火影になるまで下人の給料なのはきついな。一楽だと二人で高くても2000両くらい？ラーメンで栄養すべて取れるわけがない。でも日向さん一楽のラーメン5杯ぐらい平気で食うんじゃなかったっけ？こんだけ気を使える日向がそこで5杯もラーメン食うわけないし。そういえば日向って超大食いだったな。アニメだけの設定だっけ？ナルトの趣味って家庭菜園じゃなかった？花の水やりな。白眼でいろいろ見透かされるって怖いな。日向の性格的にそれはあまりやらないのがわかるのが幸いだ。ナルトって火影になるまで給料も下人相当だったんだろうか。子供の頃は三代目から生活の支援受けてたんじゃなかったっけ。
格図の方が金持ちだったまである。アスマの首一つでこのランチ1万回弱食べられるからな。この白眼で財布を投資するやつ、二次創作だと思ってたら本編だったのか。夫は命がけの任務、嫁は医者のうち派遣も一軒家買うのにローン組んでるしな。ナルトほどの功労者が金ないのは金遣いが荒いか上の方々が吸い取ってるかのどれか。映画だと任務終わりに部下全員にラーメンを持ってたし、毎回やってて金欠？白眼ってチャクラの流れとかが見れる能力であって透視能力とかあったっけ？透視もある。他にはほぼ全方位の視界軌道丸が見つけた本の一部しか資格がないとかもある。というか視覚に関連するものだと動体視力以外全部強化されるんじゃねえかな。万年下人の代の給料やばそう。日向と付き合い始めの頃だろ。そりゃ金ないわ。白眼プライバシーのかけらもねえな。ネジも女の裸見まくってるしな。それつくよみのネジなう。でも、使用中は周りから丸わかりだからな。どっかのナメクジ姫と違って最悪ナルトにはギャンブルの才能があるから。日向は天使。泣けるってばよ。桜捨ててほんと正解。マイナスな感情が全く出ないほどニヤニヤしてしまうお似合いのカップルやな。ほんま大天使すぎるで。やっぱ日向が大正義なんやな。大事にしてやれよナルト。この調子じゃ、家の頭金冷やしが出してるだろうな。ナルトはサスケの借罪の旅の毎月を支払っているから金がないんや。デートでも昼飯に3600円は二の足踏むというかなんか中途半端に感じるわ。カフェにしては高いしレストランのコースメニューにしては安っぽい。やっぱりナルトには日向だわ。ナルトも優しい男だしお似合い。日向はエビが苦手。だから四つ目のパエジャは食えない。これ実は日向は良い彼女を演じつつ自分の苦手料理を避けてるんだよな。おかげですら入れない値段設定って誰相手に商売してんだろうな。中掛けや奈良家とかの名門は里内の商売で火影より金持ってたりするんやろか。これはまだ下人時代で火影じゃないが火影は給料いいって描写もないしね。任務の難易度が報酬を超えるような依頼でも現場の独断で受けたりしてるし、報酬がどれくらい上部に流れてるのかよくわからん。英雄とか、簡単に金が入るようになった成功者は他人に奢ったり、金遣いが荒くなり、金銭感覚が壊れて収入以上に金遣いが荒くなるとか、生々しいっちゃ生々しい。下人だからしゃあない。てか港の遺産絶対昼前が食い潰したろ。日向かわいい。なんだこれかわいいすぎるんだが。要塞の予感。日向で本当によかった。つかなるとは金持ってなさすぎだろ。なんか悲しくなったわ。髪型のせいもあってナルトが底辺貧乏公園にしか見えない。戦後だからね。日向の方が金持ってるだろうな家柄的に。俺日向みたいな娘と付き合うわ。白眼ってこんな投資全開な能力だっけ。日向が要塞すぎるから些細なことだけど。カバンの中見れるんなら服の中も見れるんだよな。こんな嫁はやばいな。羨ましすぎる。初デートだしいくら使うかわからなくて金の用意してなかったんだろ。わからなかったら普通は多めに持っていくけどナルトはアホだから。ラーメンすすって生きてるくせにキム溜まってないんだな。未だにあの財布使ってるのかナルトは。国を二度も救った英雄が貧乏とかこのハドンだけだよ。